コピーバンドというのは、既存のバンドさんを、コピーして皆さんの前に披露していただくという形になっているんですけど、そうですね、1曲目が My Hair is Bad さんという、まあ結構最近からどんどん上がってきている、自分なんかの好きなバンドさんの曲の接吻とフレンドという曲を、コピーしていただきました。2曲目は、ホマレさんというバンドの、ラニというバンドをコピーしていただきました。やばい、結構、沖大祭2日目なのですが、1日目、自分なんかちょっと外で見てたんですけど、メインステージの方が雨で、一時中断になったりとか、中の方で、ステージが移動になったりとか結構、災難というか、まあ、恵まれたのですが、2日目、まあ、ちょっと曇り空ですが無事こうやって、できて、皆さんの前でこうやって演奏できることを大変喜ばしいと思っております。そして企画運営していただいた黒馬555の方、アンダ、ありがとうございます。じゃあ早速、3曲目に行きたいと思います。その前にちょっと待って。はい、次の曲は、同じくマイヘアイズバットさんの元彼氏としてという曲を歌わせていただきます。私たち現代音楽クラブ、ステージ向かって本館ございますが、本館の、同窓会館という場所で、現代音楽クラブライブハウスのブースを、設けておりまして、僕たちみたいなロックバンドみたいな、バンドがいっぱい、出演して、演奏するという形になっておりますので、ぜひ、お時間がある方、
音楽に興味のある方はぜひぜひ、本館の同窓会館の方に、足をお運びください。よろしくお願いします。はい、では4曲目いきたいと思います。聴いてください。リマインダー。もう一度告知をしたいんですが、ぜひお時間のある方は本館の同窓会館の、現代音楽クラブスタジオに、お足をお運びください。よろしくお願いします。はい、では最後の曲いきます。現代音楽クラブのブックマークでした。ありがとうございます。最後の曲真っ赤です。ブラジャーの奥をすすごく焼けの心の中までわかってきました。携帯なんて出なくていい。いつの間にか時間が止まればいい。夜は先には先に出ていた僕は水を鍵残して
けで部屋を散らしに行くわしかもライブハウス自分の決めたら全然あの時はキャップするんだね未来は変わるみたいでいてサンバーで見たらしい音が流れてる